今回はオゾン層、小松キュン、シュキに対する美食家の反応を紹介します。捕獲条件が判明してから見るとテンションだだ下がりなの丸わかりで草。よく見たら小松の腹すごいことになってんだ。これ全部うんこだろ。小松が開いた葉に降りた状態でトリコ着てたら罪だった説。ずっと一緒だね小松キュン。クソトラップ食べるまで出られねえぞ。ヒントいっぱいあげちゃう。じゃねえ。腐った葉っぱまみれになるだけだから。食運の高さ的にゾンビなら開いたままだった可能性ある。あいつの食運はボットだから。二人同時に食べるとこまで行き着かず、なんだこのまずいのは。ってなったごてか二人がちゃっかり食べそう。最後の一対がこれなので、マジでラスト手前まで開いてると言っても小松一人じゃ味わえんわけだし、結局食えねえじゃん。首の筋肉ビキビキなんてしなくても折りたたんで食えばよくねとは当時から思ってた。噛めるんだし、一口大に切るんなら基本食えると思う。実際小松は包丁数本持ってきてるから、根元切ったらまな板の上で一口大に同時に切る程度は余裕のはず。裏表のあるタイプのクソ女。野菜だ。食材に愛される物理。このオゾン草じゃなくてオゾン層全部がだから。オゾン草を二人で食べると記載簿の一かけらになったらどうやって食べるん。顎を外して食うんだよ。甘えんな。本来二人いないと食べられないけど、この状態なら小松一人でも食べられてくれそう。節ババは2本の包丁で切ればいいのでは。アニメだと二郎が取ってきたオゾン草を同時に包丁で切って調理してたはず。職技身につけたトリコならもうちょい心開いてくれるかな。いや、ザオコザオコ、コンビ結成記念食材なのにフルコースに入れてもらえない弱弱食材。オゾン層はトリコ嫌いだから問題ないんだよな。小松の時は来て、なのにトリコ来た瞬間のって感じは笑う。コンビ2人を心よく受け入れてくれる神食事来たな。エアはオゾン層と違って小松に身体中開発されたもんな。フグクジラ、小松キュンが初めてさばいた特殊調理食材。サンサンブラミー、新種の食用油の発見。メルクの星屑との調和、マダムフィッシュ、四天王初集合会、食運で一論記者、アナザ、小松キュン、小松キュン、王外、ミッス、何なんだてめえはマジでよ。君毎回味違わない？食べるたびに違う味とかダメだろ。センチュリースープみたいに極めればどんな食材でも同じ味にたどり着けるってのもあるんだろう。てか性質的には食べた魚介類を蓄えてるみたいなやつだから、厳密には王外の身ですらないんだよな。取り出して食べたらそれっきりなきするし、そうなると他のメニューよりも明らかに再現性がないわけだけど、こいつフルコースでええんかな。絶滅種も蓄えてたわけだから、野良で同じ種類狩るとかもできないし。まあ内容量ほぼ無限みたいだし。トリコのフルコースって小松のフルコースになってなかったっけ？あれ公式じゃないんだっけ？トリコのフルコースを調理したものが小松のフルコースだから、トリコ並みの実力と食運があればかろうじて再現できるトリコのフルコースよりも他の食材と調理技能が必要な小松の方が相対的に難易度高い気がするバグよ。二人の歩んできた道の集大成だから、初期の捕獲レベルが低い食材も入ってる。でもアカシアのフルコースを調理の一部に組み込むのは無法だと思います。小松のフルコースのサラダにエアと共に入ってるから、オゾン草的には万々歳よ。美食屋と料理人のコンビはフルコースを共有する。そしてフルコースは美食屋の人生にも例えられる。コンビ結成って結婚にも等しい重大事項なのよな。これが小松のフルコース。そっちの食材が主役じゃないんかいってなる料理ちらほらあるな。アナザが脇役しいぐらいの立ち位置にいるんですけど、村人エイ相当ですらない。このタイミングで缶詰から出てくるのもそれはそれで食運って言えるし、トリコが釣っただけの五つ尾ダイワシとザリガニフィッシュも入ってるからセーフ。トリコ強いからストレス感じて閉じた説。マーフルコースに再現性は必要ないっちゃないし、もう食べられないけど最高の食事の思い出をフルコースにしたりするし、もう味わえないお休みのキス。マザコンが、オゾン層はこんなにも小松が好きなのに結婚式では他の客に盛大に振る舞われるんだよね。小松が考える最高のメイクアップ、料理、施してのお披露目やぞ。オゾン層は最悪食わなくてよいからな。それこそ一流が出したオゾン層のお茶でもよいわけで。ニトロオゾン草食事シーン俺、うっそ、あいつ一人で食えんのかよ。会長などのオゾン草食事シーン俺、お前らもかよ。最初は二人同時で食べなきゃできなかったオゾン草だけど、食技を極めたトリコマツコンビなら首動かさなくても食えるようにしてそう。特殊調理食材なのに包丁2本で調理できたり、半分折って食えたりしたらもうそれは特殊調理食材ではなくなるという。オゾン層ってめちゃめちゃ有毒そうな名前だよな。軽く折って食べれば良いんじゃないってコメント見つけた時、ポロンブスの卵みたいな逆転の発想に感服したっけ。
切る時も同時とはとことん面倒な食材だね。お損腐って一度に二口で食べないとダメになっちゃうんだって。確か2箇所同時に食べなきゃいけないはず。前から思ってたけど、普通に上の真ん中部分から食ったら左右対称になるし、よくね。思うのがこれ食よし使えば普通に一口ずつ味わえるのでは。俺ずっと思ってるんだけど、この食材最後まで食べれないよね。ところでお損腐って最後の一かけらはどうなるんだろうか。かじらなくても口の中に入れれば OK なんかね。お損層の軸を中心に2つに畳んで食べたらよくない？四天王やお損層ばかりが話題になるけど、この人も大概小松への執着やばいよね。実際、矢をもっと美味しく調理するの楽しみとか、花沢は忘れられた味覚を復活させる食材なのではとか、他のキャラと比べても一歩踏み込んだ発言や考察してるんで、本気での虜たちよりもはるか先を見てた可能性がある。同性の男に対してジュルはやばい。あくまで興味あるのは頭の中身だし、自然体で課題に合わせて満点回答を出せるんだぞ。マジモンの天才だよ小松。職歴自体は大したことなさそうだよね。この時期だとセンチュリースープの調理技術はやばいと思う。食運の才能とかどうなんだろうね。このヒトビリオンバードの声は全く聞こえなかったみたいだけど、小松に惹かれすぎたあまり完全に改心して治安改善しだしたりと、この人も大概おかしい。小松に人生狂わされてるレベル。元は少なくとも見習い時代真っ当だったっぽいし、むしろ狂わされたのを真っ当に戻したとも言える。小松の得意分野、食材に好かれる調理の短縮化を考えると、ライブベアラーを調理したとも言えるんだが、普通だったら二度と光の当たる道に戻れないほど落ちきった下道を真っ当な状態に引き戻す小松のパワーすごいと思うわ。メテオガーリックの時に小松と二人っきりにしたのって、ライブベアラー改心を見越してたんだろうな。ライブベアラーを打ちのめしたここ自身、小松の人柄に触れて美食屋として再起したし、料理人としての矜持というか、あり方が少しでもあればおそらく改心させられるだろうからな。小松自身が非道な行いについて意見をすることはあっても、当人自体を否定せず、むしろ尊敬できるところは素直に尊敬するのも強い。でも小松の脳の中身なら覗いてみたいかも。見た6品も自由課題とかではなく、自分で用意した嫌がらせ食材だしな。活動エリアが活動エリアだから、違法行為だけはしてない人って言われてて笑った。ここまで誰も突っ込まないけど、このメンバーの中に混ざってるお損層へ。だって小松が来たら包皮ほぼ全開なのに、トリコが来た瞬間全閉。しかもトリコ曰く BB コーンを思い出すぐらい相当ガッチガチに戻すぐらいだし、お損腐って小松に好意的なのに、トリコが来たら歯落として拒絶の意思を示すし、それでいて自身の性質のせいでトリコ小松コンビ結成の踏み台になるの。僕が先に小松のこと好きだったのに、チチすぎんだろ。トリコが小松とコンビ組むきっかけになったお損腐の特殊賞味食材としての性質を、同時に2枚歯を剥いで同時に食べる西田の天才です。お損腐ばっかり言われるけど、センチュリースープも大概小松大好きよね。小松はあのお損層ですらまたガバガバになりますからね。言い方。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。